はようございます。修行道場で無門観の講義をしていて、第二足百条夜行の足について皆と話し合っていました。これは因果の問題を扱っています。百条禅師のお寺でいつも禅師がお説法なさるときに、一人の老人が聴講に来ていました。お説法が終わってみんなが帰ると老人も帰って行きます。ところがある日のこと、お説法が終わってみんなが引き上げても、この老人だけが残って帰りません。どうしたことかと思って禅師は老人に質問します。お前さんあまり見かけないようだが、どこの誰ですかと。老人は答えます。はい、実は私人間ではありませんと驚くことを言います。昔化粧仏というお釈迦様より前の仏様の時代にこの山の住職をしていました。その時に一人の修行僧が私に質問をしました。修行して悟った人も因果の法則に従いますかと。私はその時にその質問に答えて、修行した者は因果に落ちない、原因結果の法則を超越して従うことはないと答えました。その答えが間違っていたために500回も夜行の狐に生まれ変わりました次第です。そこでこの老人百条禅師に対して、どうか一号賜って私を狐の身から逃れさせてくださいとお願いをして、前に自分が受けたのと同じ質問をします。修行して悟りを開いた者も因果の法則に従わなければなりませんかと。百条禅師は答えました。因果の法則は決してくらますことはできないと。この禅師の言葉を聞いて老人は、おかげで私の迷いが晴れました、ありがとうございましたとお礼を表します。さらに老人は、私はすでに狐の身を脱してこの山の裏におります。どうか亡くなった僧侶を葬る儀式で私のお葬式をしてくださいと頼みます。百条禅師はお昼の食事の後にみんなに、今日はお昼が済んだら亡くなった僧の葬儀を行うとお触れを出しました。みんなは驚きました。今誰も病気をして休んでいる者もいないのに、一体誰の葬儀だろうかと。さて食事が終わった後、禅師がみんなを連れて山の裏に赴いて、杖で一匹の狐の死体を引っ張り出して火葬にしました。こんな話なのであります。これは因果の問題です。この世は因果の法則で成り立っています。原因があれば必ず結果が現れます。また結果のあるところには必ずその原因がございます。善因善果、悪因悪果という因果の法則は誰も免れないはずですが、修行して悟りを開けば因果の法則に落ちないのか、因果を超越することができるのかという問いかけに対して、この老人はかつてこの山の住職であった時に、因果に落ちない、原因結果に縛られない、因果を超越できると答えました。ところがこの答えが間違っていたために500回も狐に生まれ変わったというのです。なんとも奇妙な話です。ここから誤った禅の教えを夜行禅と呼ぶようになったようです。仏教では善因善果、悪因悪果という因果応報を説きます。そうすると必ずあんな悪さをした者がのうのうと暮らしていて、あんないい人がなぜあんな気の毒な病気になるのか、災難に遭わなければならないのかとなどよく言われます。孔子のお弟子顔回は優れた弟子でありながら、貧困のうちに苦労しながらわずか30歳くらいで亡くなります。逆に盗っ人の大親分であった陶石という人は春秋時代炉の人ですが、大泥棒でありながら天寿を全うしました。中国の歴史家司馬遷は、天道は是か非かとその著式で嘆きます。仏教では古来三世の因果を説いてきました。因果はくらますことはできない、ごまかしは効かないと言っても、
さて今の原因がいつ現れるのかそれは分かりません。善悪の原因が今自分の世代で生きている間に結果として現れるものもあれば次の生で現れるものもあり、それからずっと後にいつ現れるかわからないものもあると説かれています。それでもどこかで必ず現れるものが因果です。これを三つに分けて考えています。一つには順言法寿、二つには順次生寿、三つには順後法寿、この三つです。一つは行為を成した報いがその生涯の間に現れる順言法寿、二つは善悪の報いが来世に来る順次法寿、三つは善悪の報いが再来世あるいはそれ以後に来る順後時寿と言います。しかしこれは前世や来世という輪廻を信じないと成立しない話です。修行道場の修行僧たちに質問していてもさすがにお寺の子が多いからか来世もあると信じている人が多くございました。中には自分の前世は虫だったけれども良い行いをしたので今の自分に生まれ変わったのだという青年僧も言いました。また来世などないというものもいます。彼らには悪業の報いが来世もしくはその次に現れると言われてもピンときません。しかし自分の子や孫の時代、次の世代に現れるとしたらどうだろうかというと、これはピンときたようでした。パナマ文書というのがあります。これはパナマの法律事務所モサック・フォンセカによって作成された租税回避行為に関する機密文書だそうです。1870年代から作成された膨大な記録で、世界の企業や個人が租税回避やマネーロンダリングをしている実態が記されています。これが2016年5月に情報漏洩をきっかけに公表されたのでした。有名企業や各国要人著名人なども含まれていたのでした。過去の悪業も消えることはないのです。自分の子や孫の世代に明らかになってくることもあるのです。坂村新民先生の後から来る者のためにという詩は、そういう次世代の方のことを思って良い種をまいておこうという詩です。新民先生の後から来る者のためにを紹介します。後から来る者のために、後から来る者のために田畑を耕し種を用意しておくのだ。山を、川を、海をきれいにしておくのだ。ああ、後から来る者のために苦労をし我慢をし、皆それぞれの力を傾けるのだ。後から後から続いてくるあの可愛い者たちのために、皆それぞれ自分にできる何かをしていくのだ。因果の道理をくらますことはできません。今の行いは必ず将来に影響が出るものです。善因善果、悪因悪果であると思って己の行いを正してゆかないといけません。それでは姿勢と呼吸とを整えてまいります。まず両方の足で床をしっかりと踏みしめます。この大地に支えられていることを感じて、足に力を入れてよし立ち上がるぞという気持ちで、お尻を5センチないし10センチほどスーッと持ち上げていってストンと下ろします。息を吸いながら肩をにゅーっと持ち上げ持ち上げ持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろします。もう一度息を吸いながら肩をにゅーっと持ち上げ持ち上げていって、吐くと同時にストーンと下ろします。最初一息、息を強く吐き出します。この時にはお腹の底に溜まっている空気も全部吐き出してしまうつもりで、
胸に抱えている思いや煩いも全部吐き出してしまうつもりで、口を開いて一息強く、と吐き出して口を閉じますと、鼻から新鮮な空気がいっぱい入ってまいります。おへその下、下腹いっぱいに新しい空気が満ちて、さらに体の隅々まで新しい空気が行き渡っていくのを感じながら、ああ、ありがたいな、嬉しいな、とこの思わず微笑みがこぼれてまいります。そんな気持ちで、その後は口を閉じて、ただ鼻から息が出たり入ったりする様子を静かに見つめて座りましょう。はい、ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますようにお祈りしております。